エンゼルスは8日、ハムストリングを痛め、負傷者リスト入りしていたアンソニー・レンドン内野手の復帰を発表した。代わってミゲル・サノ内野手が出場選手登録の前提となる40人枠から外す措置となった。19年にナショナルズで打点王、126打点に輝いたレンドンは、エンゼルスに加入後、故障続きで満足な成績を残せず、20年から23年までの4年間、60試合以上出場したシーズンは一度もない。昨季も左足を痛め、出場わずか43試合にとどまった。復帰したこの日は早速、本拠でのレンジャーズ戦で1番3塁でスタメンに名を連ねた。一方、事実上の戦力外となったサノは、ドミニカ共和国出身で15年にツインズでメジャーデビュー。17年には球宴に初出場し、本塁打競争にも参加した。19年には34本塁打を放つなど長距離砲として活躍したが、22年は左膝の故障もあり出場わずか20試合にとどまり、本塁打も1本のみ。同年オフに FA となり、昨シーズンは無所属だった。さて、この先の再離脱時期は8月頭ぐらいかな。自身しかわからない痛みを口にして、間違いなくまた長期戦線離脱するやろね。まともに働かずとも給料だけはチーム一番の高級。レンドンいるだけで指揮低下マイナス要因。とっくに戦力外になるべきレンドンを未だに抱えて内部を腐らせているエンジェルスのオーナーと GM が変わらない限り、このチームの浮上はない。レンドンを一番起用してたくさんの打席に立たせて、なんとか再三取ろうとするエンゼルスの将軍は好きやで。レンドンが一番打席数が多くなる一番。働かないおじさんに強制的に仕事を振った感じですかね。契約満了までのんびりのらりくらり。契約満了後に引退してのんびり。残念ながらまた怪我しそう。明日怪我をしないといいんですが。このサボり癖男をどこの球団が取るか、回り回って日本に来たりして。